村上浩一のオーバルロード。ちょっと話が変わってしまいますけども、ラグビーのワールドカップとかご覧になってますか？見ましたね、はい。印象に残られている試合とかシーンとかありますか？印象に残っているシーンというのは結局テレビで見ているシーンなんですけど、この前のワールドカップではなくて、その前の南アフリカに勝った、ゴールを狙わずして、はい、リーチマイケルさん自身が、はい、トライを狙いに行った、はいはい、あの時引き分けと勝つでは、はい、やっぱり日本のラグビー界違ったと思うんですよ、はいはい、あれ場面変えてくれたと思うんですよ。だからそれはすごいことだと思いますね、あのゲームすごく覚えてますね。よくぞあんだけ落とさずよう来ましたよね。ラグビー界にはちょっと今後どんな期待を持っていらっしゃいますか？この2023年のワールドカップなんですけど、うん、少なくとも今度またトップリーグというかリーグの在り方が変わりますから、はい、そういった流れはいろんな意味で裾野を広げていってほしいなと、で流れを止めないでほしいなということと、やっぱりラグビー業界、ラグビー界からいろんな人がいろんなところで、ラグビーだけではなくて、いろんなスポーツもそうですし、いろんな舞台でいろんなフィールドで活躍してもらえたらなと思いますね、でそれと不思議に信じていいものっていうのは、このラグビーやってきたことが年を取れば取るほど裾野が広がる、いろんな意味で。僕もそうですよね。僕はいつもすごいアクセサリーをもらったって言ってるんですよね。僕は神戸製鋼でそれほど全然強くない時の選手ですよ、でもその後勝手に日本一に何回もなってですよ、そこの OB になってしまうんですよ。だから神戸製鋼の OB ではなくて、日本一になった神戸製鋼の OB に勝手にアクセサリーが変わっちゃったんですよ、だからすごいものをもらってますよね。ワールドカップもこんだけ強くなりましたから、はい、なんかラグビーやってたんですけど見方が変わる。だから本当にいろんなものをもらってますよ、でやっぱりその各先輩がいろんな時に、これはいろんなところでも言ってますけど、俺何かこうしてもらうとお礼を言ったりすると、必ず後輩に返しとけやと、自分も先輩からこういうふうにしてもらったからお前に返しとこうと、お前も後輩に返しとけよというようなね、こういうなんか妙な制度、はい、これ学校問わずあるということは非常にいいと思いますね。あとその経営のテーマとして、世の中のためにどう役に立っているか、っていうようなことを考えないといけないという、そういうおっしゃってる記事も読ませていただいたんですけども、それはなんかこう仕事しながら感じてこられたことって、ラグビーでちょっと入ってますか、そこに。もともとこの世の中のためにということに関しては、儲かるからではなくて、世の中のためにまず役立つことを考えなさいというのが、もうオーナーのもともと言われてきた言葉で、要は課題解決をしていく、社会の課題を解決していくということで、少なくとも大ハウスというのが自己規制とは言いませんけど、何ができるか、儲かる軸じゃないよということに関しては、どうすればラグビーのその世界のには通じるかも分からないですよね。自分がいかに次の人をきちんと生かすか、ということにもなりますし、成果はそのいいボールを出した人にはないかも分からない、でも次の人が華やかかも分からない、でも分かる人は分かってるわけですよね、あのボールはここでよく出したよなって分かりますよね、だからそういう評価されないところをしっかり見たりするということは、この会社でも僕自身はよく見てますね、すみません、ちょっとお仕事の話もお伺いしたいんですけど、今これから取り組まれようとしていることとか、今考えていらっしゃるようなこともありましたら、ぜひお話しいただきたいんですけど、これからっていう大和ハウスの事業ですよ、今やってることっていうのは、一つは僕たちが1980年代70年代ぐらいから作ってたネオポリスというものが、これ大型住宅団地ですよね、これが高齢化であったり空き家であったり、さまざまな問題に直面している、でこれを課題解決しましょうねと、だから僕たちの作ってきた町は僕たち自身が一番知ってるんだと、だからそこをしっかりやろうねと思ってるんですよね。でその背景というものは、やはりこれから僕たちはまた新しく住宅団地を作っていきたいと思ってるんですよ。これから働き方も変わってきますし、今までのようにどこかっていうものではなくて、どんだけ緩やかなスローライフも過ごせる、またガチガチとしたいわゆる競争の中も過ごせる、そういったものを作っていく上で、
そこだけやってると僕たちはここを置き去りになってしまうんで、まずここしっかりやってこっちと思ってますから、うん、まあ、人のために何ができるかということを考えてます。そのテーマは生きるということですね、はいはい、どうやって 人が生きていくか、今までは帰る場所っていうのが家でした。でも生きる場所に変わってきた、このフィールドでどう生きていくんだということを僕たちはテーマにして、いろんな方に与えていければいいなと思ってますね、うん、あとさまざまな授業あるんですけど、やっぱり根幹やっぱり生きるというところ、はい、ここは大事にしたいと思ってますね、はい、吉井さん個人的には何か今後やりたいこととか目標とか何かありますか？もう少しこのグループが笑顔が多い、うん、会社行くときに例えばリモートでボタンを押して画面に映るときに笑顔満載でみんなが参加してくれるようにしたいなと思ってますね。その僕の時代に全てができると思ってないですけど、次の後輩たち、その次の人たちに、本当にラグビーボールと一緒ですよね、ボールを渡して、うんうん、スローフォワードすると前へ出ますからね、うん、後ろへ回して後ろからまたしっかりと考えてほしいなと思いますね、自分はこういう言葉が好きです。前へという言葉です。今日より明日、明日より明後日、笑顔で一歩前へ出れる、そんな日々を送っているときっといい贈り物がやってきます。信じて継続してください。楽しみにしてます。